ビルヘルム・ハインリヒ・ゾルフはドイツの学者、外交官、政治家。ドイツ国で外務大臣、中日ドイツ大使を歴任した。妻ハンナ・ゾルフは夫の死後にゾルフサークルを形成し、ハンナ・チー運動を展開した。1862年にベルリンの裕福なリベラルの家庭に生まれる。ゾルフの祖父は解放戦争に従軍し、ブランデンブルク州、レブースに移住した。 父ヘルマン・ゾルフはシュテティーンで商業を営み、1856年にヤーコップ・バッカー・ナーゲルの10枚、アウグスタ・ペータースと結婚する。ヘルマンはカトリック教徒だったが、アウグスタはプロテスタントだった。事業の成功で富を得たヘルマンは、1880年代にアルテンブルクのアタン鉱山の権利を購入し、6人の子供を 全員大学に進学させ教育を受けさせた。さらに、ドイツ自由思想家等のメンバーとして、ベルリン市議会で活動していた。ゾルフは、アンクラムのギムナジウムに通うが、母アウグスタは、ギムナジウムの教育方針に満足しなかったため、1879年に、マンハイムのカールフリードリヒギムナジウムに転校させ、1881年に、良好な成績を収めて卒業する。 卒業後、ゾルフは、インド学に興味を抱き、フンボルト大学でサンスクリットを、ゲッティンゲン大学とハレビッテンベルク大学で、文献学を学び、1885年冬に、文学博士号、哲学博士号を取得する。卒業論文のテーマにはサンスクリットを選び、生涯にわたり、研究を続けることになった。大学卒業後は、キール大学の図書館で勤務する。 在職中にドイツ帝国海軍に徴兵されるが兵役検査で医学的理由で不合格となり徴兵を免除された。ゾルフは仕事の合間を利用してウルデュー語とペルシア語の研究を行っていた。1888年にはフランツキールホルンが表した英語サンスクリット文法のドイツ語訳を出版した。この著作はドイツにおけるインド研究の参考書として広く、 使用されている。領事館、職員1888年に友人のフリードリヒローゼンに習い、ロンドンに行き、インド研究を続ける。ゾルフは、ロンドン滞在時に外交官のルドルフ・リンダウと知り合い、高い言語スキルを評価され通訳として勧誘される。12月10日に外務省に入省し、1889年1月1日に、コルカタのドイツ領事館に赴任する。 ゾルフは勤勉さを領事のヘルマン・ゲルリッヒに評価され5月31日のオット・フォンビス・マルク宛ての書簡でゾルフは通訳よりも高度な職務に対応することができると報告している。ゾルフとゲルリッヒは友人関係となりまた開放的な性格だったゾルフは領事館職員の間で人気者となった。1890年にエドムント・フォンハイキングが 新しい領事として赴任したが、ゾルフは彼とは相性が悪く、良好な関係は築けなかった。ゾルフは自身が求めた職務をハイキングに拒否されるなど妨害を受けたため、より高度な職務につくためのスキルを身につけようと考え、1891年1月14日に領事館職員を辞職する。辞職したゾルフはイエーナ大学で法学を学び、 大学総長ザクセンバイマルアイゼナ派大公、カール・アレクサンダーからドイツ植民地帝国の情勢を聞かされる。1896年9月に法学博士号を取得したゾルフは外務省に戻り植民地局に配属される。ドイツ領サモア知事サモア総督時代のゾルフ1897年8月、ドイツ領東アフリカ総督、オスバルト・フォンリヒト・ホーフェンは、 現地住民の負担軽減の政策を模索していた。ゾルフはドイツ領東アフリカ赴任を求め、翌1898年にドイツ領東アフリカに赴任し、短期間ダルエスサラームの裁判官を務めた。4月上旬にタンガに移動となり、知事エドアルト・フォン・リーベルトと良好な関係を築いた。リーベルトは反ドイツ同盟に所属して外交政策に精通しており、 ゾルフは彼からイギリスベルギー国境地帯の管理を任された。ゾルフは知事はイギリスを敵と認識している。私はその認識を変えるために全スキルを駆使すると述べている。1899年にはサモア諸島アピアの暫定自治政府議長を務めた。同年ドイツ領サモアが成立し、1900年3月1日にゾルフは初代知事に就任した。 知事時代のゾルフは勤勉で自由主義的な監督者として知られ、現地の人々の意見に敏感で、総督としては珍しい才能を有していたと評されている。ゾルフはサモアの監修を政府の統治システムに取り入れ、さらに植林、農業を促進して植民地経済の基礎を整備した。また、公立学校、病院、道路、公安施設を建設して、 現地人の雇用を確保したことで、サモアの税収が上がり、植民地運営は軌道に乗った。外務大臣時代のゾルフ知事退任後、ドイツに帰国したゾルフは、植民地大臣に任命され、1912年から1913年にかけて、ドイツ領東、アフリカドイツ領西アフリカ各地を訪問した。1914年春には、 ビルヘルム2世の指示を得てドイツ植民地の紋章のデザイン作成を進めるが、第一次世界大戦勃発により作成作業は中止に追い込まれてしまい、紋章は公式に使用されることはなかった。大戦末期の1917年から1918年にかけて連合国との交案に向けたロビー活動を行った。また、無制限潜水艦作戦にも反対した。 1918年10月に外務大臣に任命され、連合国との休戦協定締結に向けて交渉した。12月13日にドイツ革命の影響を受け外省を辞任した。バイマル共和制では1920年に中日ドイツ代理大使に任命され、翌1921年から1928年にかけてドイツ大使を務め、日独関係の修復に尽力し、 1927年の日独通商公開条約締結を実現した。大使を退任してドイツに帰国した後は公職を退き、シュトットガルトのドイツ外国研究所の副所長を務めた。ゾルフはドイツ民主党に入党し、パウル・フォン・ヒンデンブルクを支持していた。ナチ党の権力掌握後に党が解散に追い込まれた際には他の党員と共に、 新しい中道政党の設立を模索したが、ナチ党支配の確立により断念している。ありがとうございます。